皆さんこんにちは、アミーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は余ったコットン糸がちょっと溜まってきたので、このようなイースターエッグを編んでみようと思います。卵の途中にリボンも通して、ちょっと可愛らしい春らしい雰囲気にしています。コットン糸の単色でもいいんですけども、グラデーションの効いたミックス糸とかだったらよりね華やかになるかなと思います。このくらい残っていれば一玉十分編めますので、編んでみていただけたらなと思います。ただの卵型でも可愛いですし、耳をつけてうさぎ風の編み方も紹介しようかなと思います。使用するかぎ針は3号です。あとは中に詰める綿と幅が2ミリぐらいのリボンを使用します。まずは輪の作り目から始めて、そしてこの輪の中に細編みを6目編みます。鎖編み1目で立ち上がって、この輪を拾って細編みを1目、細編み、細編み、6目編めたら真ん中の輪を閉じていくので、糸端を引っ張って穴を縮めていって、そして最初の細編みの頭に引き抜いて、これで1段目ですね。次2段目から6段目まではずっと細編みの増し目を各段に6箇所ずつ6箇所ずつして円を大きくしていきます。まず2段目はすべての目に増し目をして細編みを編んでいきます。1つの目に細編みを2目ですね。で、前段6目に対して2段目では12目になるように編みます。1周編めたら最初の細編みの頭に引き抜いて、これで2段目ですね。次3段目は細編みをまず1目だけ編んで、次の2目目のところに増し目をしていきます。なので細編み1目と増し目、これを繰り返してまた6目増し目をして、1周が次は18目になるように編みます。1周編めたら最初の細編みに引き抜いて3段目ですね。次4段目は細編みをまず1、2目、2目編んで3目目のところに増し目をします。細編みを1、2、3目目のところに増し目っていう感じで1周編んで、また6目増し目をして1周が24目になるように編みます。1周編んできたら最初の目に引き抜いて、はい、これで4段目。5段目は細編みを1、2、3目、3目そのまま編んできて4目目のところに増し目をします。1、2、3目編んで、で4目目のところに増し目っていう感じで6箇所増し目をして、次は1周が30目ですね。30目になります。1周編んで最初の目に引き抜いて、これで5段目。次6段目で
円を大きくするのは最後です。6段目は細編みを4回編んできて、5目目のところに増し目をします。1,2,3,4 5目目のところに増し目っていう感じで6箇所増し目をして、1周の目は36目になるように編みます。1周編んだら最初の目に引き抜いて、はい、これで6段目まで編めました。6段目まで編んだところでのサイズは円の直径が約4センチになってます。次7段目ですね。7段目は増し目をせずにそのままずっと細編みを編んでいきます。6段目で36目になっているので36目のままですね。そのままずっと細編みを編みます。一周編んできたらまた最初の細編みの頭に引き抜いて、これで7段目ですね。8段目だけは、リボンを通すところを作りたいので中長編みで編みます。中長編みなので鎖2目で立ち上がって、でこれはもう最初の中長編み1目とみなしますので、ここじゃなくてその隣の目に中長編みを編みます。中長編みはこのかぎ針に一度糸をかけて、そして前段の頭に針を入れて糸を引き抜いてきて、針に3本糸がかかった状態で引き抜く、これが中長編みです。まずは中長編みを増減なく2目それぞれ編んで、そして3目目は編まないでここの目は飛ばします。ここにリボンを通しますので、その代わりに鎖編みを1目編んで穴を作って、その隣の目3目目の次4目目のところにまた中長編みを編みます。中長編みが1目編めたらもう1目隣の目に中長編みを編んで、で2目ですね、2目編んだら3目目は鎖編みで飛ばす、でまたその繰り返しです。3目目飛ばして次の目から中長編みを2回編むと、2目編んで穴があって2目編んで穴が編んでっていう感じで1周編んでいきます。はい、最後中長編みを2目編んで、最後の目は鎖で飛ばして、これで1周ですので、1周したら最初の立ち上がりの鎖の2目目のところに引き抜いて、これで8段目が編めました。9段目以降はまた細編みだけに戻ります。鎖1目で立ち上がって、まずは細編みですけど、この鎖2目目のところにまず1目細編みを編んで、で2目目はここですねに細編みを編んで、で3目目は前段の鎖1目を底に拾ってそのまま編みます。でこんな感じで前段の中長編み2目のところと鎖1目をすべて拾っていって、で結局また36目ですね。1周は36目なので36目細編みを編んでいきます。ここ最後の鎖を拾って、これで1周ですので、最初のね細編みの頭に引き抜いて、これで1周編めました。はい、続いて10段目です。10段目以降は偶数の段、10段目12段目14段目16段目の段で、各段で6目ずつ
細編みの減らし目を入れてだんだんしぼめていきます。10段目は36目だったのを30目に減らそうと思いますので、細編みをまず4目そのまま編んでから5と6番目の場所を一緒に2目を一度にして細編みを編みます。もう一度1、2、3、4目、4目そのまま編んで5、6番目を2目を一緒にして1目にします。これを6箇所ね繰り返して編んでいきます。1、2、3、4、5、6と一周したら最初の頭に引き抜いて、次11段目はそのまま増減はなしで、一周が今減らして30目ですね。30目のままで一周編んでいきます。次12段目です。12段目は今1周30目だったのを24目まで減らします。なので細編みをまず3目編んで4、5目のところを2目を1目に減らします。これを6回繰り返します。まず細編みを1、2、3回編んで、で4番目と5番目を一緒にする。細編みを3回そのまま編んで、で4番目と5番目を一緒に1目にする。こんな感じで1周を24目まで減らします。で次13段目はそのまま増減なく先ほどの24目に減らしたので24目細編みを編んでいきます。で次は14段目ですね。14段目は1周が18目になるように6目減らします。なのでまずは細編みを2目、1、2と編んできて、で3、4番目の場所に減らし目をします。細編みを1、2と編んで3、4番目に減らし目、これをね6箇所繰り返して1周が24から18目になるように減らしていきます。はい、次は15段目ですね。15段目はそのまま18目のままで一周編みます。で次16段目は1周が今度は12目になるように6目減らします。12目なのでまず細編みを1目だけ編んで、で2番目と3番目の場所に減らし目を入れます。細編みを1目編んで、で次2番目と3番目を一緒にして減らし目を入れます。っていう感じで1周ね編んで、
12目まで減らします。で最後17段目ですね。17段目はまたそのままね、増減なしで細編みを12目編んでいきます。これで編み終わりですので、引き抜いて、でこれで卵型ができました。あとはこの穴がちょっと小さいですけれども、ここの中にどんどんね綿を詰めていきます。その前に先にリボンを通した方がやりやすい場合はもう先にリボン通そうかな。で糸は最後にトップを縫い閉じたいので長めに切っておいて、でリボンを通していきます。立ち上がりのところを後ろに回して、で前のところでリボン結びをしたいので、この辺りからジグザグとリボンを通していきます。では最後にこの開いている穴をとじ針で縫い絞っていこうと思います。そして1周目を拾ってきたらキュッと絞って穴を閉じます。糸始末をしてしまったら完成なんですけども、ちょっとそのまま続けてウサギの耳も縫おうと思うので、この糸はまだ使えそうなので残しておきます。でここのリボンを結んだら、では続けてウサギの耳も編んでみようと思います。ウサギの耳も輪の作り目から始めて、細編みを輪の中に6目でスタートします。本体と一緒ですね。3、4、5、6、穴を閉じていって、で最初の細編みの頭に引き抜いて、これで1段目で、2段目はちょっと細かいんですけど、そのまま増減なく細編み6目のままで編みます。3、4、5、6、一周編んで最初の細編みの頭に引き抜いて、これで2段目ですね。次3段目は、3目だけ増し目をします。鎖1目で立ち上がって、まずは細編み1で、2目目のところに増し目で、もう一度細編み1で、その次の目は増し目という感じで、細編み1と増し目を3回繰り返して、2段目6目のところを9目まで増やします。そして最初の細編みの頭に引き抜いて、はい、これが3段目ですね。次4段目から10段目までは増し目せずに、ずっと1周が9目のままで細編みを編んでいきます。10段目まで編んできました。こんな感じですね。もう一度キュッとしておいて、少し長めに糸をカットしておきます。でこれが耳の1つ分ですね。な
長さは約 3.5 センチくらいあります。これと同じものをもう一つ編んで、立ち上がりのところは後ろの真ん中に持ってきて、ちょっとくぼませてですね、こんな感じでくぼませて、もう最初に2つ耳をくっつけた状態にしておきます。でこのパーツをさらに先ほどの卵のところに縫い付けていって、こんな感じで耳がつきました。でちょっとこの辺りが寂しいので、小さなお花をつけてあげたら可愛いかなと思います。はい、こんな感じで今回はイースターエッグの編み方を紹介していきました。少しの糸で編めますので、ぜひ参考に編んでいただけたらなと思います。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。